ファールス地方のサーサーン朝高古景観は、イランの世界遺産の一つである。ファールスに残るサーサーン朝の遺跡のうち、成立、勃興期にあたる3世紀と、末期にあたる7世紀頃の、計八件の高古遺跡を対象としている。八件の構成資産は、イランの地方行政区画上は、ファールス州のフィールーズアバード軍、カーゼルーン軍、サルベスターン軍に属し、 フィールズ・アーバード、ビー・シャープール、サルベスターンの3カ所に大別されている。まず、基本データを示すと、以下の通りである。フィールズ・アーバードは、シーラーズの南方に位置する町。フィールズ・アーバード、フィルズアーバード、フィールザー,ー,ー,ーバードなどとも表記される。サーサーン朝初代の王である、アルダシール一世が首都としていたことがあり、彼が建てた建造物群が残る。 五県の構成資産は、いずれも戦略的な用地だったン、アイアブ渓谷周辺に位置する。ドフタル城は209年に、渓谷北端にあたる断崖の上に築かれた城塞で、サーサーアン・アサ建国前のアルダシールがパルティアとの戦いを目的に建てたものである。王権の象徴を授与されるアルダシール一世のレリーフは、サーサーアン・アサの国境とされたゾロアスター教の神。 アフラマズラーから王権の象徴を授けられる場面が描かれている。このレリーフは、渓谷の右岸に刻まれており、7メートル X3.7 メートルの大きさである。なお、同様のモチーフを描いたレリーフは、ナクシェ、ロスタムとナクシェラジャブにも見られる。アルタバノス4世に勝ったアルダシール1世のレリーフは、アルダシール1世がパルティア最後の王アルタバノス4世を破った。 最の戦勝記念碑である。渓谷南端に位置するそのレリーフのサイズは幅18メートル、高さ4メートルで、現存するレリーフとしては、イラン最大である。シャフレグールは、アルダシール一世が築いた、円形都市で、現在のフィールズアーバード市からは3キロメートル、離れている。直径は1950メートルで、イランでは、最初の円形都市とされる。中心部には、 行政や祭祀に関する建物があり、アルダシール一世が使った日の寺院と推測されている遺構も残る。アルダシール一世宮殿は、サーサーアン・アサの王権を樹立した後に建てられた宮殿のため、堅固な防壁は備えていない。B.E. シャープールは、アルダシール一世の後を継ぎ、サーサーアン・アサの拡大、強化に貢献した、シャープール一世にちなんだ名前の都市で、その遺跡は、 カーゼルーン近郊にある。サーサーン朝の栄光と偉大さを物語る、最も重要な史跡とも言われる、都市遺跡には、エデッサの戦いに勝利し、ローマ皇帝ウアレリアヌスを捕虜にした後に築かれた、ウアレリアヌス宮殿や、ゾロアスター教の水の女神、アナアヒターを祀る寺院などが残る。ウアレリアヌス宮殿には、捕虜のウアレリアヌスが遊兵されていたという説もある。 5万人以上の人口を要していた時期もあり、サーサーン朝滅亡後も10世紀後半までは存続していたらしい。シャープール洞窟は B シャープールから 6km に位置する洞窟で、標高 800m の高さに位置する入り口に巨大なシャープール一世の立像があるため、シャープール洞窟と呼ばれる。その高さは 6.7m、重さは30トンあると言われる。 都市サルベスターンの南1 0キロメートル前後に残る宮殿の遺跡がサルベスターン郡唯一の構成資産である。そのサルベスターンのサーサーン朝時代の宮殿は5世紀前半のオーバ・ハラーム5世が建てたとも言われるが、放射性炭素年代測定で資料から測定される年代は7世紀後半から9世紀までのものである。ゆえにサーサーン朝末期の建造物であり、 王朝滅亡後もしばらく利用されていたらしい。機能としては王宮と信じられていたが、考古学的知見をもとに、火の寺院だった可能性も指摘されている。この資産は、もともとフィールーズ・アーバード単独で、世界遺産の暫定リストに記載されていた。その記載は1997年5月20日のことで、その時点の名称は、フィールーズ・アーバードの遺跡群だった。 2007年8月9日に、ビーシャプール及びサルベスタンを含めて再構成し、カールス州のサーサーン超歴史都市軍として記載し直した。その正式な推薦は2017年1月30日のことだった。2017年9月25日から30日に、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、レバノン人の専門家を送って、 現地調査をし、翌春に勧告を出した。イラン当局は比較研究として、すでにイランの世界遺産として登録されている、ペルセポリスとパサルガダへ、さらにハトラや他の世界遺産になっていない遺跡を引き合いに出し、その顕著な普遍的価値を示したものの、アイコモスの勧告書では、価値の証明が不十分とされた。アイコモスはサーサーンアサボッコ機である。 アルダシール一世とシャープール一世の時代に絞れば、顕著な普遍的価値を認められる可能性があるとして、その時代に関わらないサルベスターンの遺跡を除外するなどの再考を求め、登録延期を勧告した。しかし、第42回世界遺産委員会の審議では、委員国からサルベスターンも含めた発見すべての登録を支持する意見が相次ぎ、当初情報紹介決議を押していた。 ノルウェーもホニーし、登録を指示した。アイコモスは適用が検討されていた登録基準のうちのいずれも構成資産のすべてに該当するわけではないとし、特にに関しては範囲外にも該当する物件が含まれる可能性を示した。その結果、将来的な範囲拡大の検討が不体的に勧告される形で登録が認められた。 イランの世界遺産としては23件目。イランはこの時点で10年連続で世界遺産を増やす形になった。ファールス州の世界遺産としては、ペルセポリス、パサルガダエ、エラム庭園に続いて4件目となった。この物件の正式登録名は、英語、ササーニドアーキアロジェクルランドスケープオブファースレギオン、ペイスジアーキアロジェケイサッサニデデララジアンジュファースである。 その日本語訳は以下のように若干の揺れがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。